アンフィポリス、アンフィポリス、古代ギリシア語は、古代ギリシアの都市である。エーゲ海に流れるストリモナス川の東岸の第地条に、紀元前437年に建設され、8世紀頃に廃墟となった。現在のアンフィポリ、ギリシャ語は、中央マケドニア地方のセレス県の町、デモスであり、この地域がギリシャ王国領となった時に、古代都市アンフィポリスにちなんで、 町の名称が付けられた。2001年の人口調査によると人口は3623人。考古学の検証によるとアンフィポリスの付近では紀元前3000年頃から人間が居住していたようである戦略的な地形であったためにこの地域は非常に早くから要塞化されていた。紀元前480年には ペルシア王のクセルクセス一世がこの地を占領し、川の神への生贄として、九人の青年と九人の少女が生き埋めにされた。また、紀元前479年には、マケドニア王国のアレクサンドロス一世が、ペルシア軍の残兵をこの近くで破った。紀元前5世紀には、アテナイを名手とするデロス同盟が、ドラキア地方の支配を盤石にしようとした。資源が豊富なトラキア地方は、 パンゲオ山脈から金や銀が産出され、また海軍の建設に必要な木材も多く調達できる地域であった。またトラキア地方は、スキタイからアテナイへ穀物が供給されるイ路上にあり、アテナイにとっては非常に重要な地域であった。紀元前497年にはミレトスの選手、ヒスティアヨオスが初めて植民地を建設し、また、 紀元前465年には、アテナイが園内コールほどい、九本の道という意味の植民地を建設した。しかし、これらに住んでいた1万人ほどの植民者たちは、トラキア人に虐殺される結果となった。ニキアスのコハグロンが指導者であった紀元前437年に2度目の植民地の建設が同じ場所で行われた。この町は、 アンフィポリス、街の周りという意味という名が付けられた。この名称については、実書学において多くの議論がなされているが、ストリモナス側が、街の二方向を、街の周りを囲むようにして流れていることから生まれた、とトゥキュデデスは説明している。また、旧世紀に編纂されたエティモロギクムゲルイヌムには、アンフィポリスについて、アンフィポリスは、アテナイ人もしくは、 トラキア人の町であり、町がストリモナス川に囲まれていたことから、かつては、9つの道と呼ばれていた。と記載しており、実際の町の位置と一致し、また、トゥキュディゲスの説とも重なっている。スーダ辞典やフォティオスの辞書においては別の説が言及されており、ペリアンドロスの息子マルシュアスによると、住民の大部分が、町の周りに居住したことから生まれたようであるという、 説が記載されている。しかし、最も有力な説は、ユリオス、ポルデオケスによって提唱されたもので、町の周りに地境があることから生まれた、という説である。その後アンフィポリスは、住民のうちアテナイ人であるものはごく少数であったが、アテナイのトラキア地方における、重要拠点となった。そのために、ペロポネソス戦争では、アテナイ側に味方した。 この時スパルタ勢に攻撃されたアンフィポリス一帯を救うため、アテナイの救援軍が派遣されたが、軍を率いていたストラテゴスのトキディデスは、エイオンの町は守り切ったが、アンフィポリスを奪回することができなかったために、当編追放で追放された。次に司令官となったクレオンも、紀元前422年にアンフィポリスの戦いで敗北、クレオンとスパルタの将軍ブラシダスは戦死した。 グラシダスはアンフィポリスで埋葬されたために彼が町の創設者だとされている。その後アンフィポリスは独立を保ち続けたがマケドニア王国のピリッポス2世によってアテナイの援助の甲斐なく攻略された。紀元前357年にピリッポス2世はアンフィポリスを征服したがアテナイはアンフィポリスの奪回を初めのうちはしようとしなかった。歴史家テオポンポス。 によると、アテナイと、ピリッポス二世との間で密約が交わされており、ピュドナこの町と攻略したアンフィポリスの町を交換するという約束であった。しかし、ピリッポスは、この密約を破り、アンフィポリスを譲ることを拒否し、ピュドナの町を包囲した。アンフィポリスは、ピリッポスに攻略されると、すぐに、マケドニア王国に併合されなかった。それどころか町の制度や、 ある程度の自治権も残されたのであった。しかしその一方で、多くのマケドニア人統治者をアンフィポリスに送り、多くの点で町を効率的にマケドニア化したのであった。用語や小読みなどがマケドニアのものに変えられ、通貨も今まで使用していたドラクマ効果からスタテル金貨に置き換えられた。アレクサンドロス3世、大王の治世においては、アンフィポリスは重要な海軍基地の一つとなり、 有名なマケドニア王国の三人の帝徳である、ネアルコス、アンドロステネス、ラオメドンを生むことになった。また彼らはアンフィポリスで埋葬されることにもなった。アンフィポリスは、その後、マケドニア王国における王の道、後には南バルカン地域を横断するローマ帝国のエグナティア、街道となる道の主要な宿駅となった。これは、 ピリッポイとアンフィポリスの町の間でアンフィポリスまでの距離が掘られた石が発見されたことが証明している。この時代の遺跡としては町の城壁とギムナジウム、それに邸宅にあるフレスコ画ぐらいしか残っていない。当時の町の構造はあまり知られていないが、ピリッポス五世への軍令などの豊富な文章を解析した現在の研究によるアンフィポリスの町は非常にいい形をしていたようである。 紀元前168年にピドナの戦いで、共和制ローマがマケドニア王国に勝利すると、マケドニア王国はメリデスと呼ばれる小さな4つの共和国に分割され、アンフィポリスはそのうちの1つの首都となった。このメリデスはローマの同盟国となり、その後マケドニア属州の一部となった。古代後期のアンフィポリスは、 経済的に繁栄し続けたマケドニア地域の影響を受けて豊かであった。多くのキリスト教の教会がアンフィポリスに建設されていることからも伺える。しかしそれらの教会は町のアクロポリスの城壁の内側にしか建設されておらず、城壁の外側は防御が不十分であったことがわかる。こういう理由から町の人口はかなり減少した。 それにもかかわらず、5世紀から6世紀にアンフィポリスに建設された教会は、数も多く、大きさも質もかなり良いものが多い。モザイク画が床に描かれ、円柱の頭をオス羊の形に施すなどの彫刻が散りばめられた4つのバシリカは、教会の中心部が六角形の形をしており、ラベンナのセービタリスのバシリカのようである。このような、 豪華な教会が小さな町であるアンフィポリスに建設された理由として、歴史家アンドレブーランジェはローマ帝国末期において、遊階層が地元の事前事業に資金を投じることで、その地域における中心の教会となり、その結果その町が中心都市となることを願ったからだという。アンフィポリスは、テッサロニキ除く主教座が置かれ、533年に、 初めてアンフィポリス主教が言及されることになる。6世紀末にはスラブ人が侵略し始め、アンフィポリスの住民の生活を脅かすようになった。住民はアクロポリスの外には居住しなくなり、城壁はある程度修復された。7世紀中頃には街を要塞化する必要から、さらに島地が減少し、五角形の塔を持つ城壁が建造された。この時、 アクロポリスや公衆浴場、バシリカなどの上に城壁が建設されることとなった。アンフィポリスの町は787年の死境が最後であることから8世紀頃に放棄されたと思われる。おそらくアンフィポリスの住民は古代のエイオンの近くに建設された港町で東ローマ帝国時代に要塞化されたフリソポリスに移住したと思われる。フリソポリスは オスマン帝国時代に放棄されるまではある程度繁栄した町であった。アンフィポリスの地域が最後に歴史に登場するのは1367年であり、アトス山のパントクラトル修道院を守るために防御塔が建設された時である。19世紀にこの地域は多くの旅行者や考古学者らに再発見された。1934年にはアテネフランス人学校、 のエムフェイエルは、金石学部の授業でこの地を訪れ、ライオンの像の残骸を発見した。しかし、本格的に発掘が始まったのは、第二次世界大戦が終わってからのことであった。アテネ考古学協会のディ・ラザリディスによる、1972年と1985年の発掘で、共同墓地や、旧市街の遺跡、バシリカ、アクロポリスの跡などが発見された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。